はい、こんにちは。あ、やばい。もう数日で、こんにちは。もうかぶれ散らかしてるじゃないですか。旅行行ってきたんですか。はい、弾丸、弾丸のコリア。はい、すいません、こんにちはしか言えない。あ、嘘。あ、カムサムニだ。うん、ねえねえねえ、もう唇にのりついてるよ。なんか食べてなんか食べてたんじゃないの。ねえ、なんか食べてたんじゃないの。唇にのり。ねえねえ、なんか食べてたんじゃないの。さてと、はい、韓国のお土産を渡したいと思います。すごい。まずは、ね、じゃーん、韓国のり。あー、もうベタベタだ。ベタなやつ。はい、韓国に私の親友と、はい、そして韓国のり。あれ、あー、ベタだ。イエーイ、すごい。そして韓国のり。ちょっと待って。え、うん、あ、ベタだ。美味しい。そうだね。そして韓国のり。ちょっと待って、やったね。ね、バグったバグったバグった。これ何回も同じところ再生してるのかもしれない。どうしよう。そして、え、韓国のり。ねねね、ちょっと待って、もういい。違う、他のが欲しい。え、もうさすがに。ちょっと待って、もうさすがにないから。そして、ねえ、韓国のり。ねえ、怖いじゃん。韓国のさ、文字って可愛いね。可愛いよね。すごい可愛い。まあ、そうじゃないのよ。え、わかった。もうない。え、で、ご飯用意して何してんの。ご飯用意して韓国のり。ね、もういい。怖い。もう本当にごめんなさい。なんかもう悪いことしません。ごめんなさいって感じ。せーの、チャラチャンラジオ。もうごめんなさい。本当にごめんなさい。すいませんでした。ごめんなさい。はい、わかったかった。もう次のやつでいくわ。あ、ほんと？韓国のり。ねえねえねえ、もう違うじゃん。もう違うじゃん。怖い。もう止まらないじゃん。止まんないよ。え、食べるわ。あ、韓国のりをね。自分の買ってきた韓国のり。これ人にあげるために買ったんじゃないの？大丈夫、40個あるから。怖いよ。で、11月23日にさ、コハコハイエイ、コハルイベントやるじゃん。誕生日イベント。はい。その時にも、抽選会しようかなと思って。韓国のり抽選会。うん。私のお土産。食べよう。コハルちゃんより先にいただきます。すごーい。カムサムニだ。いや、うん。もう、え、何、いろいろ食べ歩きして、うん、何、なんかコスメとか買っちゃってみたいなこと。うん。で、お店行って、なんかマッサージでもして。マッサージはしなかった。あ、しないんだ。うん。美味しい。うん、箸の方が良かった。美味しいわ。で、あとコンタクト忘れて。あー、向こうで買ったの。カラコンしかなかった。すごいじゃん。でもすごくナチュラルよね。ナチュラル、うん、そうね。ナチュラルってか、輪っかが、はい、いわゆる、うん、12mm みたいな、 12.5mm みたいな、ん？みたいなやつ。そしてですね、まだあります。え、もしかして。もうない、さすがに。え、じゃじゃーん、金箔のパック。すごくない？しかもほら、これマジやってほしいの。やって写真撮って、うん、2個に分かれてるから、セパレート。1万400円くらいする。高っ。すげえ。すんごいいいらしいから。あ、とんでもないんだ。すごい片言でお姉さんに勧められた。オッケー。とんでもなくすごいんだね。これめちゃすごいって言ってたから。めちゃいいやつ。カタツムリじゃない？そう。
めちゃいいってほうゴールドって書いてあるじゃん。ゴールドそうだね、金箔ゴールドだね。それがそれが、あーやばいやばい、いっぱい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 、あともう1個あるか、もう2個あるか、もう観光客じゃん、すごい、もう観光客、いいよ、他の人にあげなよ、他の人にもあるから。ああ、あるんだ、うん、すごいね。そして、うん、私の一押しがこれ。ちょっと待って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 、すごい変なの来た。何何これ、スポンジ。あ、スポンジ食器洗うやつ。あね、にゅんちゃん、ね、待って、にゅんちゃん、にゅんちゃんのおもちゃじゃないから、にゅんちゃん、ねえやめてよ、なんで猫用じゃないんだわ。にゅんちゃんほら来て、にゅんちゃん、にゅんちゃんおいで、ほらにゅんちゃん見てごらん、これほら見てごらん、どほらどう、これ、こんにちは、こんにちは、にゅんちゃんより顔でかいかも。あ、にゅんこれほら同じくらいだ、ほらどうこれ、全然興味ないじゃん、全然興味ないね、ダメなんだ、キラキラしてんのダメ、ほらどう、全然興味ないね、全然興味ない、うん、ダメだ、やめやめ、うん、はい、あげる、これ可愛いでしょ。へえ、なんなのこれ、ももが作ったみたいな、なんかキャラクター、何この、可愛いでしょ、なんか鼻が伸びてるみたいな。で、メインはこちらです。え、まだあんの、なになになに、あ、もうすごい、なんかやっぱ、え、空港で買ったみたいな感じ、ちょっと音うるさくなるよ、ごめんね、はい、じゃーん、高麗人参、え、最強元気になるらしい。あー、人参、人参最強元気になるらしい、高麗人参の液体。せーの、チャラチャンラジオ。これは最強。何なの？最強元気になるやつ。食べ物？栄養ドリンク？ドリンクっていうか、もうチューブで吸うんだけど、今一番欲しいと思ってさ、私その連日続いてさ、うんうん、死にかけてたじゃん。うん、で、まあ、死にかけを死にかけてるからって。でちょっと韓国旅行を、初めてのね友達との韓国旅行を飛ばせないと思ってどうにか来いんか、まあ別にあの、まあ、まあ元気なんだけどね、うん、元気じゃないのに行ったわけじゃないんだけど、うん、行ってきたのよ。だからちょっと今こそこれだと思って、うん、あ、空港で飲んだのもしかして。違う、今朝飲んできたの。ああ、今、ちなみにくっそまずいです、でも元気、一日元気元気っ子になれる。ねえねえねえ、こんなさ、こんなものにさ頼っちゃいけませんよ。いや、もういいじゃん、肌も髪の毛も血液も、うん、骨も、うん、全部元気になるって言ってたからね。すごい、栄養機能情報、免疫力がね、うん、改善、疲労改善、血小板、血小板でいいの、うん、なんか血流が良くなる、うん、記憶力の改善、記憶力、うん、怖いね、記憶力の改善だって。はーん、ありがとうございます。なんか重たいですけど、じゃあね、これ大変な時に飲みましょう。それ、うん、中ボックス2個入ってるから、うん、いらないんだったら1個ちょうだい。え、うん、さて、うん、おそらく今年の大道芸、ごめん、まだ遊んで、あ、あんま、ん、韓国のりん、もういらないのよ。え、人にあげるのは、え、これ小春にくれてんの、これ、うん、あ、あ、ありがとう、そんなくれんだ、もうないわ、さすがに、うん、ありがとうと思ったら韓国のりん全然あんじゃん、あるね、あるよね。え、これ小春に全部くれんの、はい、あ、そんなにくれんの、
すごいね、海苔ね、いっぱい。韓国海苔好きじゃん、小春ちゃんって。勝手に決めてるけど、そうなの、知らんかった。好きじゃん、めっちゃ。そうだったっけ。うん、まあでもあのドイツに確かに韓国海苔持ってってた気がする。うん、しかもあの無添加で美味しいやつです。あ、そうなんですね。へえ、いや、よかったね。はい、あの私たちその大道芸の、うん、秋の大道芸の時期が厚木大道芸で終わりました、おそらく。おお、やったね、今回も。そうですね、おそらく。やったよ、秋の大道芸そこで締めとなりまして。うん、そうですよね。うん、うん、なんか、うん、うん、メッセージが、うん、以前のチャラちゃんラジオからね、いろいろメッセージが来てるんですよ。うん、あのチャラちゃんラジオ160について、これ前回のね、あのラジオだったと思うんですけど、うん、あの特別ゲスト出演後のモモ様の勝手な画像投稿について私の配慮が足りませんでしたって謝ってる人がいるのよ。ごめん、うん、もうね、あの、あ、ごめんごめん、本当に、うん、ごめんで、ごめんごめん、うん、あの謝ってほしいなってわけじゃないね、すごい、あ、やべ、韓国のりが、うん、謝ってほしかったわけじゃないし、責めてるわけでもないから謝んなくていいですよ、全然全然ね、そんなことないんだけど、うん、だってなぜかっていうと私が、あのアップしてるから。そうだね、うん、でもちょっと後半からあの後半を見ると、うん、メールでのお詫びとなってしまい、桃様の留飲が下がることはないかと思いますが、大変恐縮ではございますが以後十分注意しますのでお許しくださいって書いてあるんだけど、これ去年一番笑った単語じゃない？ちょっと覚えてる？何？え、ずっと小春がさ、乳輪って乳輪ってか、聞き間違えてるやつじゃん、それだ、うん、こんな感じ書くのねえ。止める飲む、はい、流飲が下がる、うん、すごいよね、すごい。はい、っていう話ですけれども、入院が下がるって何だったんだっけ、結局。え、な、あの、ね、な、納得いくみたいなことだったと思うよ。てか、うん、ほらほら、そうそうそう、あの、そうそうそう、あの、だから、うんうんうん、こうすっきりする、不平不満、うん、がなくなる、うん、ことはないと思いますがって言ってるけど、うんうん、全然いいよ。あのね、だって私たちはね、もう野外で、てか撮影 OK にした時点で、うん、もうね、あのとんでもない写真が出回ることはね、覚悟の上で活動してるから本当に気にしないで、うん、あとあのてか私がだからまず、うん、改めて私が発信してるからね、うん、そうね、私の写真として。本当だね、うん、ここはね、うん、そう、あの写真撮影 OK にするっていうことはそういうことだから、本当に。いや、私は、うん、とにかくよ、うん、エゴサーチして、うん、エゴサーチっていうか、まあタグ付けしてくれてる人もいるけど、うん、あのとにかくおもろ写真を保存して、うん、自分から発信してるから大丈夫。そうだね、うん、あと、うん、あの、うん、あの回のね動画はさ、あの YouTube に上げてる人もいるわけよ、うん、あのすごい動画もだいぶひどかったぞせーの、チャラちゃんラジオ
本当に。よかったか。うん。でもまあね、あの、うん、まもうね、あの、うん、写真撮影オッケーな現場はもう本当にあのどんな、ね、あの動画、うん、どんな画像が出回っても覚悟の上で活動してるんで本当に大丈夫です。もうあの止められません、うん、もうね止められない。うん、うん、さてね、あの、あ、ごめんなさいね、席のところに何かあってごめんなさい。はい、あの、うん、ここでね、あの、くしゃみが止まんなくなっている件について、うん、私はもうオカピおすすめの耳鼻咽喉科に行ったんですよ。うん、オカピはあのなんか鼻鼻レーザーみたいなのしたりして、あの鼻が出なくなる鼻レーザーみたいな、うん、鼻レーザーみたいなやつをして、そしたらなんかもうあの鼻垂れなくなるみたいな、うん、やったって言うから、じゃあそれでくしゃみとか出なくなるのって言ったら出なくなったって言うわけよ。だからやりに行ったわけ、うん、でもまあなんかじゃああのお願いしますみたいなんでさ、うん、あの私もレーザーやりたいんですけどみたいに言ったら、まあ、一回血液検査して何のアレルギー反応が出てるのかをちょっと見ないと、レーザーが効く系のアレルギーなのかそうじゃない系のアレルギーなのかってわからないんでって言われて、で言ったわけよ、うん、それでさなんかもう血液抜いてさ、嫌だなと思いながらさ抜き抜き抜きってしてさ、じゃあもう来週結果出るんでって言って、もう昨日結果見に行ったわけ、うん、それで、結果出ました。見る結果。うん。なんなのね。ちょっと待ってね。せーの、チャラチャンラジオ。前も血液検査したんだけど。うん。前も血液検査したんだけど、ちょっと今回。久しぶりにしたわけよ、うん、いやそしたらなんか反応してるものがなんか減ってて、うん、減ったりするんだね。空気のいいとこいたからじゃない、2週間も。うん、どうなんですかね。前ダニとか なってたの、うん、ダニとかもあとなんかほこりみたいな、うん、ほこりはないか書いてあったのよ、うん、それでなんかももいるじゃん。あ、桃ね。うん。それも桃はゼロじゃん、うん、結構ゼロゼロじゃん、小針いっぱい、うん、この赤のさ、6に行けば行くほど陽性なわけ、うん、これだからさ、1ってやつ、うん、ハウスダスト、うん、で、2ってなってるやつ、うん、杉。でも2だよ、6のうちの2だよ、うん、まあ、もうちょっとじゃん、うん、で、3っていう真ん中ぐらいのやつが1個だけあんのよ。うん。猫です。おめでとうございます。でも少なくない？こうなんかこう、めちゃくちゃ高いってわけでもないし。うん、何なんだろうね。ほら、すごいいっぱいじゃないの。それだけなの。その3つだけなのよ。え、不思議じゃない？アレルギー検査しようかな、私も。うんうん、それはしたら。どのくらいの時間とお金がかかる？5000円。安い。で、1週間。全然だよ。もうね、だからさ、まあ、一応その真ん中の3ってやつは猫なわけだから、猫アレルギーに効く薬をもらったわけよ、うん、それで猫アレルギーはレーザー効かないのでレーザー無理ですって言われたの。だからオカピーさんはさ、うん、花粉症だから花粉症には効くらしいんだけど、花粉症じゃないんだ、ね、全然これ花粉症の部類には入る2だから。私でもさ、いよいよほんと花粉症だと思うわ。
でも花粉症じゃないみたい。ここに来るまでに、うん、鼻水が、あ、嘘、両方とも出てた。本当？ただの風邪じゃなくて違う。私、そうか。いやでもね、洗濯物揺らさないで。うん。でも風邪かなって思うじゃん。うん。もう明らかになんか外出て、うん、外歩くと、みたいな感じなの。もうなんか目とか鼻とかが、うん、って感じなの。うん。外に出て急に風邪っぽくなる感じじゃないじゃん。うん。もうまあ花粉症なのかなと思って鼻水両方垂れてたんだけど、うん、もうこれはもう拭かないと思って拭かずに来た。鼻水垂らしたまんま。なんかさ、向こうの韓国海苔ってなんか塩ついてないんだね。ついてるよ。あ、塩ついてるか、うん、ついてるか。美味しかったね。はい、メッセージがいっぱい来てるんですけれども、いっぱいあるからね。はい、いっぱい来てるんですけれども、あの前回の、うん、チャラチャンラジオ160で、長い長い音楽的な質問をしてくださった人が、本当にありがとうございますと言っておりますね。あ、ありがとうございます。はい、音楽オタクのやたら長いメールを取り上げていただきどうもありがとうございました。うん、お二人のアーティストの部分のお話が聞けてとても嬉しかったです。というか、ファンが送ったメールにあんなにしっかりお答えいただけるなんてと感動してしまいましたと言ってね、うん、って言ってます。よかったです。よかったです。それはよかった。全然チャラチャンラジオはね、いくらでもなんか返事いたしますので、うん、いつでもなんか質問ございましたら言ってください。そして今いっぱいメッセージが来てるんですと、うん、自己紹介とかさ、うん、してないけども、最近エンディングしかしてないよね。本当だ。でもさ、もうさ、自己紹介探しちゃうのよ。自己紹介のところからさ、オープニング、なんか そこまでの間オープニングにしようと思ってたのに。そっか。あ、なるほどね。そう。あ、じゃあそうすることにするわ。本当？だからオープニングトーク。本当、オープニングトークみたいなのが1分とか1分半ぐらいあって、うん、はい、じゃあね、ただ、これしまいにと、またのポロンと。うん、うん、うん、たら、うん、たら。うん、トラダーマ、あー、なるほど、なるほどね、うん、はい、じゃあ、歌とアコーディオンのシマユニとチャランポランタンボーカル妹のモモと、いやいやいや、恐ろしい、恐ろしい、23分経ってる、ね、23分も経ってる。オープニングトーク終わったということですごい、それまでの間、マジですごいね、そんなことある。歌とアコーディオンのシマユニとチャランポランタンボーカル妹のモモと、はい、姉はアコーディオンの小春です。でお送りしております。ねえ、なにじゃん、ねえ、なに、せーの、チャラチャンラジオ。お前のせいで猫アレルギー、イエイエイ。でもなんかこれだけじゃないような気するんだよな。うん、気するよね。うん、どうなんでしょう、どうなんでしょう、本当にさあ、うん、さあさあ、うん、ね、韓国からも帰ってきてはい、弾丸、うん、弾丸でした。でもしかしてさ、その1泊2日の旅行で、旅行で海外行くのほとんどないんじゃない？もう初めてですね。うん、初めてではないでしょ。あ、2度目だ。うん、初めてではないと思うんだけど。でも友達と旅行に行くの初めて。うん、あー、すごいじゃん。友達と旅行っていうか、友達と海外旅行。ねえねえねえ、本当にさ、ほんのちょっとだけ残すじゃん。うん、なんで？そう、初めての海外旅行、リファとね。ねえ、うん、どうだった？楽しかった。大丈夫だ、そういうので。うん、友情って崩れるからさ。ねえ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 、期待すんな。そういうので友情って崩れるからさ。期待すんな。ねえ、ディズニーランドと海外旅行と温泉旅行で友情って崩れるからさ。ねえ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 、そうじゃない？違う？
そう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 だ、そうだよね、あるあるでしょ、ある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 、このなんか友情ですら、まあまあその恋人でもそうだけど、友情ですらそこで言うたら俗に言うあの蛙化みたいなことになるでしょ、蛙化も違うか、蛙化っていうか蛙化とも違うか、うん、うわっこいつこんなに面倒くさいところがあったんだみたいなのことを発見するのが旅行でしょ。でもさ面白いよね、うん、私本当に人間が好きだからさ、うん、人間観察好きでさ、うんうん、えそういう感じなんだみたいな分かることってあるじゃん、うん、いや今回のでは別に、うん、今回のはね、え別々の部屋だった、うん一緒だから、うわ寝顔こんななんだくさみたいな、寝顔はないけどなんか、いや特に、うん、いやおいおいおいみたいなのとかなかったよ、そのなんか本当なかったんだけど、あるよねそういう、そう人から聞く話もあるし、ね、うん、ディズニーランドで並んでる時にちょっと険悪になるみたいな、うん、だからやっぱさ、うん、人と結構一緒にね、うん、何かをするとか、うん、同じ時間を過ごすって大変、大変っていうかいろんな発見があるよね、うん、そうだね、そこで発見があるよね、で大丈夫だったんだ、大丈夫だったんだ、あなんだ、うん、なんか楽しかったよずっと、あ本当、でも一回さ私それこそ前日がさ、うん、てかまあ土日、うん、大道芸、その先ほど言ったね、そうだね、厚木大道芸2日間あって、うん、まあ何ステかあるわけじゃん、1日3ステくらいやってるわけじゃん、うんうんうん、でその間にラジオも挟んでて、うん、ラジオからの大道芸やってフィナーレその夜間やってでなんかみんなでご飯とか食べて、でもう大道芸の2日間のさ、うん、やりきった疲れと、いや本当だね、電車でもうなんかさ、え今かあこう今俺の子がおだだかとかなかったみたいなこと言われて本当になんかせーのチャラちゃんラジオ、おおっと会えた、あっ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 みたいな、小春ちゃんがいなかったら絶対、うん、100% 終点まで行ってた、でそのねそのもうさ終点なんて行きたくないと思って起きてたのよ、でさ起きてたら起きてたでさ結構気づかないね、あれその普段なんかそのどういうこと、全然気づかなくていつの間にかついてたのよ、起きてたけど、起きてたのに、おでも「待ってたよ」みたいなこと言ったら「あもう」本当に「あっ」みたいな感じだった本当に気絶したような感じに、もう、うん、こんなのって寝てたんだけど、うんうん、でそれのいや翌朝からいいか、でも何が何でも行きたい、もうあの疲れてないなんて言ったら嘘だけ嘘になるけど、うんうんうん、そんなもんは知らん、こんなことであの絶対に蹴りたくないと思ってさ、うん、だってもう仕事全く関係のない旅行なんてまず最高じゃん、あ仕事の旅行が最高じゃないなんて言ってるわけじゃないんだけどね、でもだから初めてのね友達との海外旅行だしと思って朝さ、うん、朝5時に起きてシャワーとか入ってやばっ、え何時の飛行機だったの？朝、うん、余裕を持って準備して、うん、行く予定だったんですよ。あれ？あれ？起きれるわけなくて。まあ。10分で準備した。大道芸2日やって。うん、てか。えじゃあ出る10分前だったの？起きたら、うん、何時の飛行機だったの？飛行機は、うん、朝早くないの？そんなに早くなかったの、 あの8時40分とか、いやいや早いじゃんめっちゃ早いじゃん早いじゃん、いやでもさめっちゃ早いじゃん、6時台とかわかんないけどさ、あそっかそっかそっか、それも全然あるからさ、うん、いやでもめっちゃ早いじゃん全然早いじゃん、まあでもそっか短いね旅行だったら超早く行ってみたいな感じだわ、早く行って遅く帰ってくる、だってもう一泊しかしないしさ、丸二日くらいね遊びたい、だからもう本当に、しかももうその前の日その小春ちゃんと一緒に帰った時さ帰って
まあ、本当はさ、本当は前日の夜にさ、うん、準備しとくべき、うんうん、そうだね。だし、もちろん風呂もね、だって大道芸やってんだよ。そうだね。なんせても、うんうんうん。うん、だから、風呂も入って、寝て、起きて、着替えてそのまま出れるみたいな。そうね、そうね。感じで行くべきなんだけど。もう寝ちゃったんだ。もう無理、もう無理、もう無理と思って。うん、あ、そのまま寝ちゃったんだ。はい、もう無理ですと思って。化粧落として歯だけ磨いて、うん、もう寝たわけ、うんうんうん、もう朝起きてやるわと思って。でまあなんなら前日もさ3時に起きてるから、まあそのままわかんないけどさ、そのあるあるなわけよ、うん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 、アローズの翌日はめっちゃ早く起きれると、起きれるっていうかまあ起きちゃうみたいな。だからまあ起きれんだろうくらいの感じで、もちろんアラームをセットして、ガンガンアラームセットして寝たんだけど、はい、全く起きれなくて。で、10分で支度したの？結局10分で支度して、うん、しかもその朝にさ、あのソウル天気みたいなの調べたらさ、うん、マイナス4度とかなってんの。寒っ、寒っってなって、うん、もうとにかく防寒と思って、防寒のものをバババ入れて、もう出て、うん、もう大道芸明けの風呂も入らない状態で韓国行ってきた。入るよマジ。ねえねねえ、いやそうだよね。そう、もうびっくりしたよね。まあでもめっちゃ楽しかった。いやもうね、風呂も入らず楽しかったね、うん、でもうリファに会って朝、そうそうさ、ごめん風呂入ってないわって。で、あ、これ言っていいのか知らないけど、あ、大丈夫、私もっつって。友達じゃん。そう、せーの、チャラチャンラジオ、ベストフレンドじゃん。ベストフレンド。はい、ベスティーってなって、やったじゃん。ベストフレンドじゃん、それは最高だった。よかったね、うん、それならよかった、うんうん、私だけ綺麗だからだったらちょっとあれだけど、えみたいな、大道芸やってきたんでしょ、うんうんうん、って感じじゃなかったから。ああ、よかったね、よかった、うん、ね、そういう感じでね、楽しい楽しい韓国旅行でしたよ。よかったね、うん、え、韓国何詳しかったの、そのリーファーさんの方は。いや、あー、でも、うん、ね、3、4回は行ったことあるのかな。ああ、じゃあ分かるね。いや、このでも全然なんかそのなんていうの、ここ行ったそこ行ってこれやってみたいなスケジュール、かわいい、何なのそれ、分かんない。でもなんかこれやってみ、いや結構いいよ、いい、何これ、なんかよく分かんないけどよくやってる。何これ、これ何なんだろう、分かんない。いや、だから予定決めてったわけじゃなかったわけよ、うん、あと私全く韓国、うん、韓国自体のその、何、韓国事情、韓国ファッションとかさ、うんうん、あ、大丈夫大丈夫。韓国のファッションとか何スイーツ、カフェとか、そのコスメとかさ、アイドルとか俳優もそうだけど、うん、そういうの全く詳しくないから。ああ、小春の方がじゃあ詳しいかも。行きたいところがあるとかじゃないわけ。まあでも基本的に旅行全般そうなんだけど、私、その、誰かが行きたいところがあったら、うん、全然行きたいわけ、うん。付き合うのはもう最高なんだけど、はいはいはい、自分発信で行きたいところがあるわけじゃないわけ。いや、小春もそうなんだよ。だから桃と小春で旅行行ったらやばいかも。行きたいところないかもね。で、誰と行くかが重要で、うんうんうん、何するかとかは特に何でもいいわけよ、うんうん、何もしなくてもいいし、何かしてもいいし、うん、でも別に例えばそのものすごいハードスケジュール組まれてても、うん、全然一緒に行くのは付き合ってあげてるとかもないし、うん、なんかいいんだね、いいのそれは。でもなんかリファも特に今回
どこどこ行きたいとか何々したいとかっていうのを決めてたわけじゃなくて、うん、まあ一緒に旅行しようぜみたいな感じだ。そう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 。でもざっくりこれ、うん、ここは行きたいみたいな、うん、1個くらいあって、そうそうそう、それ行って。え、それどこ？それが、うん、リファの行きたいとこで、うん、カジノ。カジノが合法なわけ。へえ、おもろいじゃん。それは、へえ。だからさ、前もさ、聞いてたじゃん、これじゃ覚えてるか知らない、覚えてるかってか話したら思い出すと思うけど、うん、私たちの知り合いでさ、もうプロの、うん、もうあのカジノ大魔人みたいな人がいるのよ。もううちらの知り合いで、うん、でも定期的に行ってるとみたいな話してたじゃん、うん、であれが韓国だったかどうかも私はすっかり忘れてて。韓国じゃない。韓国じゃない。うん、どこ？え、ラスベガスだったと思う。え、韓国だったと思うよ。あ、そうだっけ。だってだから福岡に引っ越したんじゃなかったっけ、韓国行きやすいように。あ、ちそうだっけ、ちょっとごめん分かってないや。まあいいや、そんなこと、うん、でまあまあまあそれで合法なわけよ。だから別にここで言っても別にいいんだけどさ、うんうん、でそこに行きたいとかリファが、うんうんうん、で、あ、行こう行こうっつって、うん、そこはそれは行こうじゃん、うん、てかそれしか決めてなかったの、うん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 、そこしか行きたいとこがない。でまあね、楽しんでさ1日目さ、うん、いろいろまあ回ったりとかさ、なんか屋台みたいなとこでさ、うん、食べたりとかしてさ、うん、であのなんかいちごとシャインマスカットでしょ、いちごもシャインマスカットも一粒がもうめっちゃこんなでっかいやつがなんかそのこうやって一個ずつついてる串のフルーツ飴、リンゴ飴みたいなやつののシャインマスカットといちごバージョンの串のやつをさ屋台で買ってさ食べてたんだけどさ、それでなんか歯と顎いかれそうになって風呂も入ってないし歯も顎ももう終わるかと思って、せーの、チャラチャンラジオ。いや、めちゃくちゃ美味しかったのね。うん、うん、めちゃくちゃ美味しかったんだけど、めちゃくちゃ大きくて、うん、死にそうになりながらもうゴリ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 って食べてて、それをさ、それ食べながら、これね、うん、これすごいデカデカじゃん。そうで、まあ食べてそれ食べたり、うん、なんかたい焼き、クロワッサンたい焼きみたいな、普通に日本でも食べれるかなみたいな感じ、うん、めちゃくちゃ美味しかったんだけど、クロワッサンたい焼きみたいなの使って、え、それで、カジノやってみて、でそれ夜楽しんで、で私は私でもコンタクト忘れてるから、私の目的はもうコンタクト買うっていう、それも本当にあのやんなきゃいけないことだったんだけど、うん、でコンタクト買って、で一回ホテルに戻ったの、うん、でホテル戻ってそこからじゃあ夜カジノ行こうかっていうあれだったんだけど、夜ご飯を食べてさ屋台でそれ食べてホテルに戻ったのね。私一回死亡します、そこで。あれ寝ちゃったの、あれカジノ、ごめんごめん、あと30分あれ寝ちゃうの、寝ちゃって、でも絶対カジノに行かなきゃいけないという、もうミッションを果たさなきゃいけないの私たちは。てか私、いや絶対そんなんでさ行かないなんてことはしたくないから、でもとにかくここで一回かまして、カジノがどんなものか知らないからわかんないじゃん、もう朝までかもしんないし6時間とかかかるかもしんないし、うん、どのくらいの分量のものなのかわかんない、体力とかもわかんないからさ、一旦ここでお昼寝かましとかないとまずいと思って、でまあそこでちょっと寝るのよ。で復活して、でいよいよねタクシーで向かう、うん、向かってでカジノ行ったら、まあまあもう行こうとしてたカジノ目的のなんかなんとかっていうカジノ
じゃないところの方が近かったから、うんうんうん、まあそこじゃないところ、まあでもカジノ何か所か有名なところがあったのかな。で、その割と近い方のカジノに行こうって言って、行ったわけ。で、入ったら、もしかしたら、もともと目的、行こうとしてた、カジノ有名、一番なのかな、有名なところはもっと雰囲気違うかもしれないけど、入ったら、なんていうの、うちらもよくさ、営業とかでさ、大きな会社のさ、パーティーとかで行くさ、ホテルの一番大きな宴会場みたいな、うんうん、ところ、うん、で、音楽もかかってないし、え、全然なんて、もうもっと、私のイメージはもう、そうね、そうね、そうね、いやまあ、もう超ギラギラで、もうなんか、もうよくわかんないオブジェみたいなの回ってて、みたいな、もうキラキラ、もうギラギラギラみたいな感じなのかなと思ったら、音楽もかかってないし、その、結構ガランとした感じで、とにかく広いホテルのロビーみたいな感じで、うん、なんか、割と、あれみたいな、うん、もう盛り下がってないみたいな感じの雰囲気、うんうん、あれ大丈夫みたいな、うん、で、まあ、いわゆる映画とかで見たことあるような、うんうんうん、ね、ボートのやつがあって、何個もその島みたいなのがあってみたいな、で、その人がやってるのこうやって後ろに見たりとかしながら、うんうん、で、空いてる席があって、え、じゃあこう座っちゃおうとか言って座って、で、まあじゃあやろうかみたいな、で、最低のかける額、うんうん、5000円から、うん、5000円か、結構高くない？せーの、チャラチャンラジオで、うん、いや、てか私のギャンブルとかやったことがないから、うんうんうん、まあ、結構理科がだから、まあ、ギャンブル好きって言ったらよくないけど、よくないっていうか、そのあれだけど、僕好きなわけ、そういうのが。あ、そうなんだ。ゲームとかも、うんうんうん、で、だからまあまあカジノ行きたいっていうくらいだから、で、とか言って、まあ、リコテンション上がってて、まあ、リコテンション上がってるのが私も嬉しいから、とか言って言いながら、でもせっかくさ、ここまで来たし、なかなか人生で分かんない、何回経験できるのか分かんないし、まあそもそもがこのネタになってるじゃん、これ、こうやって。ちょっとまあまあやるかと思って、私もさ、せっかく来たしと思って、一人じゃ来られないと思って。で、だから、1万円分くらいかな、うん、あ、いや、結局全部で2万円くらいかな、うん、2万円くらいをそのなんかコインみたいなのなんかカジノで使うなんかやつ、うんうんうん、人生ゲームで使うコインみたいなやつに変えてもらったわけで、なんかそのなんだっけな、私たちがやったやつの名前も忘れました、もうゲームの名前。あ、終わった。ね、長く喋ってたから1時間以上喋ってる。マジ？うん、いい？ん？いいよ、ちょっと待って。ゲームの名前も忘れたのよ忘れたんだけど、うん、はい、いい？結果から言うね、うん、ボロ負けした。え？一瞬でなくなった。全部消えたの？15秒くらいで。え、15秒？私の2万円が。え、全部消えたの？そんで、聞いて。リファ。何万円か分。え、めちゃくちゃ勝てたの？勝った。だから、思ったのよ、私、うん。やっぱギャンブルっていうか、そういう賭け事、うん、好きにしか運って傾かねえなと思って。で、周りみんな大好きな人たちから。もう、うーなってやってるわけ。あ、なに、そのなんか、こう、建物自体はちょっと、あれだったけど。でもね、そう。盛り合わせたんだ。椅子に座ったら分かった。暑かった。全然関係なかった、うん、その、周りの。熱いものがあった。情熱が。
めちゃくちゃ面白かったの。それがね、その、うん、内容っていうよりか、その実態っていうか、その、なんだ、みんな熱いんじゃん、みたいな。で、まあ、結果リファ、何万円分も買って、そう。で、何万円分も買ったリファがさ、優しさでさ、ももがいないと来れなかったから、一人じゃ来れなかったから、って言って、2万円返してくれたわけ。なんていいやつなんだろうと思って。ウケる。結果だから私はもうプラマイゼロなんだけど、うん、すごい。ボロ負けした。すごい。面白い旅だった。すごいね。人生経験だったね。すごいです。はい。そんな感じですか。もうビデオも使わなくなってじゃあ長く喋りすぎたのよ。長く喋りすぎたんだ。うん、結構長く喋ったのよ。ごめん、私のちょっとでも人生初のギャンブルね。すごい。人生初のカジノ。はい。ボロ負けして、うん、ボロ負けしてさあカジノ出ようかっていう時に、あ、ももちゃんって声かけられたわけ。うん、知らないお兄さんに、うん、で私知り合いなのかなと思って、おーおーおーとか言って言ったら普通にファンの人だった。すごくない？日本でも声かけられないのに、そう、え、旅行ですかとか言って、すごっ、18歳くらいから聞いてますとか言って、ええマジでみたいな。しかもこんな感じだよ、わかんなくない？すごいね。サランプラントのもの身につけてたわけでもないのに、普通に歩いてじゃあ出ようかとか言って、いやあれはすごいねとか言って言いながら歩いてたら、あ、ももちゃんとか言って、え、プライベートですかとか言って、すごっ、びっくりした。じゃああの時会ったね、誰か、そう、韓国の地で日本語で声かけられた日本人の人に、すげえ、ね。はい、まあそんなわけで、はい、そんな感じでした。楽しい楽しい、うん、親友とのね韓国旅行でした。皆さんも韓国行ったことありますか？ぜひ、うん、ま、行ってみてください。小春ちゃんもぜひ、小春ちゃん絶対楽しいと思ったわ、うん、あ、そう、コスメも、あ、それはね、さ、あと料理も美味しいし、ご飯も、うん、じゃあちょっと韓国のライブちょっとどなたかね、韓国方面もね待って、こんなに暗いの長いの使わないけどね、ちょっともう、まあこれが本当のラジオという感じになってるんだけどはい、はい、そんな感じです、まあ、そんな感じです。まあじゃあ、あの11月23日のコハコハイエイの、うん、ね、来週のイベント、うん、ファンクラブイベントでモモのあのお土産の韓国海苔、小春ちゃん大量にあげた韓国海苔も、あの皆さんにあの抽選でお渡しできたらなと思ってます。マジで、はい、イエイ。さっき言ったんだけど、ね、あ、ごめんごめん、ちょっと聞いてなかった、ごめんなさいね、うん、すいませんね。はい、はい、まあそんなわけで、はい、ありがとうございました。歌とアコーディオの姉妹にてチャランプランタボーカル妹のモモと姉はアコーディオの小春でした。あ、そういえばレコードの締め切りもうすぐですね、うん、そうですかも、はい、はい、ぜひ皆さんチャランプランタもレコードで聴いてください。はーい、はーい、あの受注なんでね、うん、はい、あの受付が終了しますよって感じ。マジマジ暗いまま言うじゃん。はい、はい、てな感じです。はい、また来週、さようなら。